こんばんは。じゃあ今日最後の私からのね動画放送にしましょうか。もう寝ますんでね、ビジネスをスタートするっていうことですか。私ビジネスっていうのはねもう本当にこれだなと思うのが、商品を持っていますかっていうのが一つですよね。それから次がですね、発信してますかってことなんですよ。これ毎日です。毎日発信して当たり前だと思ってます。で3つ目がセールスをしてますか、要するに目の前の人にお金くださいって言ってるかってことなんですよ。この3つがきっちり揃えばビジネスは成功ですよね。この3つのうちどれかが揃ってないとうまくいかないです。で大抵の人はなんかね3つともないんですよ。これでどうやって戦うんですかと思いますよね。笑っちゃうんですけども、本当にいやもう本当にね笑っちゃうところじゃないんですけども、ビジネスを志してるのに、発信してなければあなたのビジネス気づかれないんですよ。で発信してても商品持ってなければ売り上げにならないですよね。で商品も持っているし発信もしている、でもセールスをしなければ向こうからね売ってくださいっていうことはまあないですよ。で人っていうのは毎日誰かにお金を払って何かを買ったりね、サービスを受けたりして生きてます。お金を使わない日は一日もないです。お金使ってないように見えてもガス代、電気代、水道代、通信費、家賃、これは自動的に今日も払われてると思うんですよ。ということはね、やっぱり人はお金にを使うことには特に抵抗がないんですよね。抵抗がないけども自分が感じれる価値を帯びたものとか問題解決をしてくれないものとかね、こういったことで選別してますから、信頼していないとか役に立ちそうにないと思われた時点でどんなに素晴らしい黄金も二束三文になり果てます。でも逆にですね、信頼されているとその辺の石ころをダイヤモンドになるはずだと思って買ってくれたりするんですよ。もちろん嘘はダメですけどね。ただやっぱりね、あまりにもお勤めに行ってることを稼いでるとかね、もっと言ったらね仕事をしてるって勘違いしてます。それは仕事じゃなくて作業なんですよ。誰かが、あなた用に作ってくれた仕事、段取り、こういったものを使いに行ってるだけなんですよね。だからね、なんていうのかな、まあちゃんと自分で稼ぎないとダメですね。今置かれてる状況では何が商売になるのかってことはパパパッと計算して組み合わせて商品作って集客してセールスですよ。で集客っていうのは難しいようですけども、毎日顔を出してればいいんですよ。ザイオンス効果って言って毎日触れるものっていうのは警戒心を解くわけなんですよね。だからやっぱり本当にね、よくよくご挨拶をすることとか会いに行くこととかね、その速稼塾をやっててずっと会うとか話すってテーマなんですけども、まあね残念ながらね10月11日私の誕生日にハッピーバースデー送ってこない塾生もいますよ。いや全員に送ってこいとは言わないんですけどもね。いやこのメッセージはお前は送ってくるだろう当然にっていう人がなかったんで、はぁと思ったんですよね。まあ自分の仕事で忙しいんでね、特に恨みに持ったりなんてことはないんですよ。私のこと忘れるぐらいやってもらう方が絶対いいんですけどもね。いつも言ってますけども、久保哲郎とか速稼塾がいらないようになって稼げたら本当にそれが一人前すだちなんですよね。まあ、ですんで、困った時に私のところに来ていただくのはありがたいんですけども、前回もね検索すれば回答できるよっていうこともお話しましたき、やっぱりねこう世代は変わっていかないといけないと思います。まあ私がね世代を変わる、その隠居するっていうのはまた妙な話で、もっともっと第一線でやらないといけないんですけども、まあある意味ね広島市っていうところに私はビジネスを置いてきたわけですから、今だったらね、私がいない分すごく楽になると思うんですよ。で広島市内で私がセミナーやってるんだったら他のセミナーに行かないじゃないですか。でも私が辞めたんで今こそビジネスでね、皆さんに、商品っていうのをね売るチャンスだと思いますよ。それまで私が広島市内を中心に売りまくってたわけですから、その売り上げが今消えてるわけですから、お金が余ってるところあります。ぜひね、お客さんの欲しがるものをきちんと心を込めて作ってあげて、しっかりとアフターサービスもつけてですね、自分のビジネスにしていただきたいかなと私は思うんですよね。これがね、まあ、ビジネスをスタートしてくれという私の広島市に残してきた速稼塾の塾生さんに対するエールですね。いってらっしゃい。